はい、どうもあやとです。本日もご視聴ありがとうございます。今回の動画なんですけれども、まあね、ちょっと緊急という形でね、動画の方を公開させていただこうと思います。まあ、動画のタイトルでも書かせていただいたんですけれども、先日から公開させていただいている和歌山県内で発生したホンダのオデッセイによる煽り運転の映像に関して、加害者本人かその関係者である可能性が極めて高い人物から私宛にメールが届きましたので、こちらの内容についてね、公開をしてまいります。で、具体的な内容なんですけれども、端的に申し上げますと、映像をすぐに消せといったようなね、まあ、要望とも取れるし強要とも取れるようなメールですね。とにかくすぐに映像を消せ、こういったような内容のメールとなります。YouTube のコメント欄の方にも同様の内容のね、投稿がなされていたんですが、一律すべて消去の上でブロックさせていただいております。さて、まあ、メールの全文というのはね、こちらとなります。先週からオデッセイの動画を出しやがって、もう見飽きたんだよ、映像をすぐに消せ、同じ動画を何本上げるつもりなんだ、もう見飽きたぞ、すぐに公開を止めろ、再生回数が伸びすぎている、ダメだダメだ、何回この動画でするんだよ、大人げないんじゃないですか、一本のネタでこんなに再生回数を上げるなんて許されることじゃない、チャチャを入れられて欲しくなければすぐに動画を消して、同じテーマの動画は作らないようにしなさい。はい、こちらがね、以上となります。で、こちらの方ですね、部分的に日本語がおかしいところがありまして、まあ、先ほどお話しさせていただいた何回同じ動画をするんだよ、こういったようなね、内容の文章を送ってきております。で、このするんだよというのが漢字のこするですね、こすりつける、すりつけるといったような、まあ、漢字がこう当てられてるわけなんですが、するんだよっていうのはこれどういう意味なんですかね。私は全くそういった方言も存じ上げないんですが、まあ、具体的にその意味をね、分かる方がいらっしゃったら、こちらの動画のコメント欄にお書きいただければと思います。ちょっと私とはですね、共通の言語が使えない方とお見受けしますので、まあ、生まれた国ももしかしたらちょっと違うのかな。もし分かる方がいらっしゃったら教えてください。よろしくお願い申し上げます。まあ、映像の方を公開されて何か困ることがあるから、こういったような内容のね、メールを送ってきたんでしょうね。まあ、すぐに動画を消せといったような内容のメールがですね、これ1名の、まあ、人間ではなくてですね、3名程度の人間からメールで同様のね、文章を送ってきたといったようなね、状況になっております。で、結論から申し上げます。動画を消せという申し出に対しては対応いたしません。断固拒否させていただきます。今回こちらの映像に関してですね、まあ、映像をアップされて困る方が非常に多いということがね、まあ、判明いたしましたので、まあ、逆にですね、これからどんどん映像を量産していくことにします。まあ、最低でも10本程度はね、こちらのテーマで動画を作ることがね、できればいいかなと考えております。でですね、まあ、私もね、今回こういったメールをいただいて、メールをね、よこしてくださった方にですね、はい、お伝えしたいことがあるんですけれども、まあ、端的に言います。まあ、お前に何の関係があるんだって話なんですね。はい、関係がない部外者は黙ってろというような話ですね。で、もし今回の映像の関係者であって、その人物がですね、何らかの目的を持ってメールを送ってきたのであれば、まずは氏名を公表してください。今回公開されている映像との関係性も含めて、まあ、名乗り出てください。まあ、話はそれからですってことですね。はい、以上となります。まあ、名乗り出てくれさえすればですね、重要な関係者から連絡があった旨、和歌山県警察本部の方にご連絡をすることも可能となっておりますから、ぜひご協力をね、していただければと思います。まあ、こういった内容のメールに関しては、実は今始まったことではなくて、まあ、以前からね、送られてくることが多々ございました。私のチャンネルでは芸人というね、呼び方でご紹介をさせていただいている方々となります。まあ、映像のもっと前を見せろ芸人とかですね、わっぱ芸人とか、まあ、様々な芸に長けた方ですね、まあ、芸人さんが私のチャンネルもね、ご覧いただいているようなんですが、まあ、以前はですね、こういった、まあ、メールですね、まあ、正直取るに足らない内容となっていますから、わざわざ公開するのもね、まあ、どうなのかというようなところもあって、一律消させていただいていたわけなんですけれども、まあ、結構ですね、こういったメールを公開すると、まあ、変なメールをね、もうちょっと知りたいよと、まあ、綾戸さん消すのもったいないですよと、どんどん公開してくださいといったようなね、ご要望を多数非常に多くの方々からいただいておりまして、まあ、そういった要望が非常に多いので、積極的に公開していくことにしているんですね。まあ、こういった変わった方々ですね、まあ、いわゆる芸人さんというのは、まあ、結構数が多くてですね、まあ、大体1つ動画を上げると1通ぐらいは、まあ、こういった内容のメールが来るかなという感じなんですが、今回の映像に関してはかなりの数、ほとんど同じ内容のメール、あるいはコメントが届いているんですね。
まあ、現段階で3通か4通ぐらいは届いていますかね。まあ、おそらくフリーのメールアドレスを使っていますから、まあ、アドレスを変えて複数の人物を装ってね、まあ、1人の人物が送ってきているものと思うんですけれども、まあ、今回公開されている映像を消せと、そういったようなね、要望をされてきているということは、まあ、おそらく動画を公開されるとまずい方々ですね、そういったような方々からの、まあ、ご連絡の可能性がね、非常に高いんじゃないかなと考えております。まあ、映像を公開されて困るのは、具体的には関係者ぐらいしかね、まあ、思いつくところがありませんから、まあ、もしかしたら今回煽り運転をね、行った関係者の可能性が高いんじゃないかと、まあ、そういった人物がですね、メールを送ってきた可能性が極めて高いんじゃないかということで、今回言及をさせていただきました。まあ、こういったメールが届いているというような事実ですね。で、よくいただくご質問として、こういった怪文書に近いようなメールを送ってくる人物ですね、こういった方々、いわゆる芸人さんというのは、まあ、例えば自分の氏名を名乗ったりとか連絡先をね、伝えてくることってあるんですか。こういった質問をですね、視聴者の方からコメントでいただくことがあります。で、結論から申し上げますと、ないです。はい。まあ、氏名を名乗ったりとかですね、ここに連絡してこいやとかですね、まあ、そういった連絡先を公表してくる人物というのは、まあ、99.99999% いないですね。で、こちらから返信を行ってもその後帰ってこないというのが、まあ、ほとんどのパターンでございますから、まあ、わざわざね、返信もしないし、まあ、原則としては消去の上、まあ、メールであれば迷惑メールのフォルダに入れさせていただいておりますし、まあ、YouTube のコメントであればブロックですね。はい、コメントを消去した上でブロックさせていただいております。まあ、ブロックということなので、まあ、二度と私のチャンネルにコメントをすることはできなくなるというような、ね、状況になっているわけなんですね。で、こういったメールや連絡に関しては、まあ、以前の動画でもお話をしたんですが、今後厳正に、ね、対処をさせていただきます。まあ、必要があれば今回のように内容を公開するというようなことも、ね、当然対応としては行ってまいりますし、まあ、極めて悪質なものに関しては、まあ、警察を介入させる場合もございます。まあ、特に動画を消せといったような内容のものに関しては、脅迫あるいは強要に該当する刑事犯罪ですね、こちらになる可能性も極めて高いので、状況によっては警察に通報を行った上でですね、まあ、業務妨害を含めて捜査をしていただくといったような状況にさせていただいております。まあ、要はですね、動画を消せというのは当然のことながら、その映像を消すことによってこちらにも損失が生じるということになってまいりますし、まあ、そもそも義務なき行動を強要されることは当然刑事罰としても許されることではありませんから、その時点で強要罪がですね、成立することとなります。まあ、こういった強要に関する案件については即警察の方にもですね、通報させていただいた後、民事刑事含めてしかるべき対応をさせていただいておりますから、ぜひですね、そのことを認識していただいた上でメールを送ってきていただければと思います。で、特にメール等に関しては発信者情報開示請求を行う上でも非常に重要な証拠になってまいりますから、まあ、証拠を保全した上で警察の方に届け出を行わせていただきます。特にですね、動画を消せ取り下げろといったような内容のものについては、これ刑法における強要罪が成立する可能性が極めて高い事例になってまいりますから、断固ですね、対応させていただきます。はい、いかがだったでしょうか。今回の動画はこちらで以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。アイトでした。おやすみなさい。アヤトサロンでは皆さんからのドライブレコーダー映像を募集しています。煽り運転や危険運転、交通事故や悪質な運転など、こちらのアドレス宛てにお気軽にお送りください。チャンネルで公開した結果、検挙に至った事例も多数ございます。大した内容じゃないかもと思う映像でも結構ですので、ご応募お待ちしています。